リボンチャンネル、皆さんこんにちは。今年も1年お世話になりました。皆さん今年1年どんな1年でしたか？私の今年1年は本当に濃い1年だったなって思います。今年は本当に人との出会いがすごく多くて、一番大きかった葵っていうイベントに参加させてもらって、そこで本当何百人の人にも会ったりとか、あとイベントに出演することも多かったので、そういったところでファンの方々、やっぱコロナ禍がちょっと落ち着いてきて、いろんな方に会える機会も増えて、本当にたくさんの人に会えたし、東京、大阪、いろんなところに毎月行ってたので、お仕事の関係でいろんな方に会ったりとか、医療士交流会に参加させてもらったりとかして、障害を持ちながらも別に障害者だけのことしかできないとかじゃなくて、もういろんなところに足を踏み入れるっていうか、チャレンジしてみんな温かく見守ってくれるなっていうイメージで、障害者だからできないっていうのがあんまり思わなかった1年でもあって、本当にたくさんの人と出会うことができて、すごい恵まれてたなと思います。何人に会ったかわかんない。今までは100均で買った名刺入れ、その名刺入れのファイルも2年間かけてやっと1冊終わるぐらいだったんですけど、もう今年1年でもう3冊目ぐらい行ってて、毎日リモートも初めましての方でご紹介いただいて、オンライン上で会うっていうこともできるので、本当に人に合った1年でもあって、リハビリもサポートしてもらっているので、リハビリも頑張ってホノルルマラソンに今年もチャレンジしていくことができているので、人との出会いとかチャレンジっていうのが私の中の一番大きいこと2つかなって感じです。ホノルルマラソンの話なんですけど、私今年で3回目のチャレンジになりました。今年はなんと2時間切ることができました。もうそれが本当にずっと夢で、ジョギングできるようになりたいっていうのを次のステップ、去年から思ってる夢でもあったんですけど、やっぱりまだちょっと私本当に忙しくて、リハビリができる時間が限られていたので、ジョギングっていうところまではスピードアップできなかったんですけど、タイムを縮めるってことはできて、それもリハビリの成果でもあるのかなと思っていて、一番初めが2019年、コロナ前、その時頑張って3時間切れたらいいねってお話をしていて、そこで2時間58分ぐらい でその後がもうコロナ入って、でやっと去年行けて、そこで2時間半切れたら大したもんだよって言われて、大幅に切ることができて、2時間確か11分でゴールできて、で今年は遅くてもいいからジョギングできるようになったら嬉しいなと思って、リハビリも頑張ったんですけど、いろんなチャレンジしたいことまだまだいっぱいあったので、行ける日に頑張っていってって感じで、今年は走ることはできなかったんですけど、早歩きで2時間切ることができました。1時間55分だったかな。大幅にカットできたので頑張れたなって、私の中でもすごい嬉しいですし、皆さんのリハビリする勇気とか、何かを続けるっていう大切なこと、私も結果にしてお伝えできたのかなと思って今いるので、私の中でも大きなチャレンジがあったので、本当につい最近の話なので、12月のことなので、それが今年1年、もう本当にずっと頭の中から、年明け前から、去年終わった瞬間からも次のホノルルマラソンのプレッシャーを感じながらこの1年過ごしたので、今やっと肩の荷が下りたって感じで、2時間切れてよかったなと思っています。本当に今年はいっぱいの人に応援してもらって、いっぱいの方々にお会いできて、仕事とかの機会も増えたりして、人との関係って本当に大事だなって改めて気づかされて、ホノルルマラソンでも新記録出せたので、満足できた1年になりました。ぜひコメントの方で皆さんがどんな1年だったかっていうのを教えていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思う方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、バイバーイ。